皆さんこんにちは。明治大学 FMS あはははは微積分講義第9回雑談会です。標準語のアクセントでは、ズンダモンには負けたくないセブンさんです。今回は題があんまりありません。その1。ログ x は x を無限大にすると同じように発散します。しかし x 分のログ x で考えるとゼロに収束してしまいます。このことから。 ログ X は非常にゆっくりりとと発散すす。る、そそううう。いここがかままでアルゴリズムのの計算量の話をしましょうつまりあるアルゴリズムを実行する時にどのくらいのステップ数を使うかということなのですがもちろんステップ数が多ければ時間もかかります例えば相当と,と呼ばれる作業を考えましょうこれは例えば n 個の異なる整数がランダムに並んだものが与えられた時に それを小さい順に並べる作業のことを言います。素朴に考えますと、左から順に隣の要素と一つ一つ比較してみて、大小が逆だったら交換するという方法が考えられます。この作業を続ければ、いずれは小さい順に並ぶようになるように思われます。この場合の計算量をどのように見積もるかということですが、簡単のため、比較して作業する回数を ステップであるとしてみましょう。計算量は最悪で見積もります。例えば、最初から小さい順に並んでいれば、ステップゼロで作業は完了します。しかしこれは計算量がゼロであることを意味しません。最悪を考えるというルールだからです。最悪の場合とは、数が大きい順に並んでいる場合で、N 括弧 N-1÷2 回の比較交換が必要です。これを簡単に言って、 要素の個数を N としたときに n 2乗の計算量があるというのです。相当に関しては N2 乗より速いアルゴリズムが知られており細かい話はアルゴリズムの教科書を見てもらえればと思いますが計算量がが N N といいうアルゴリズムが知られています。ここで n 2乗と n N との比較なのですが表計算ソフトで見てみましょう。N の値を100から10倍ずつかけていきます。 最後は N2 乗の方は10の14乗ですが、N ログ N の方は10の8乗くらいです。N が1000万ぐらいだと、速さは100万倍くらい異なることがわかります。このようにログ N というのは、非常にゆっくりと大きくなる関数なのです。2つ目、ロピタルの定理の命名の由来について。ロピタルというのは人名で、ギヨーム・ド・ロピタルという、 17世紀生まれののフランス人の数学者ですロピタルさんの最も顕著な仕事は微微積分分のの教科書曲線の微分気化学を出版したことですそれまではヨーロッパでは微積分をまとめた教科書はなかったそうでこの教科書を通して微積分学は広くヨーロッパに知れ渡ったとのことですロピタルさんはこの本を執筆する過程で家庭教師としてヨハン・ベルヌーイさんを雇っており ベルヌーイはロピタルに講義を行うのみならず、自身の最新の数学の定理も伝えていたとのことです。そこでロピタルさんが教科書を執筆するにあたり、ベルヌーイにいくらかの対価を払う代わりに、ベルヌーイの最新研究を教科書に載せたいと、こう申し出たそうです。その上で、教科書は匿名で出版し、教科書の序章ではベルヌーイの助力に対する謝辞を書いています。現実には 教科書の執筆がロピタルさんのものだと広まりそこに掲載されている最新の定理はいつしか「ロピタルの定理」と呼ばれるようになっていたとこういうわけです。誰も悪くない誰も悪くないと思うよでもロピタルさんが死んだ後、ベルヌーイさんは「僕の定理なんだけどな」とカミングアウトしたとのことです。3つ目話題としてはそれますが。 ログの真数がマイナスではいけないのかという話例えばログマイナス位は許されるのか実数の範囲で考えるのであればログ Y イコール X と E の X のイコール Y は同じ式 E の X 上は必ず正の数なのでログの真数は必ず正ということになります複素数まで考えてよいとするとオイラーの式というのがあり虚数単位をルー √1 で書くことにすると E の √-1 ルートマイナス √-1 のの x 倍、倍はすでこのことから e のルートマイナス1の x 倍乗がマイナス1になるのは x が奇数倍の π になる時つまり π3π5π っ点こういう x の時は sinx は0だが cosx は1だから cosin+sin のルートマイナス1倍のところがマイナス1になるよね。 このことからログマイナス1の値は奇数 ×π×−1 であると言えるけれどログの値がたくさんあるのは困るので主値という言い方をして代表的な値を採用することにしているんです。ここで採用された値は π√−1 かっこ主値ということになります。これで第9回を終わりりまます。ごご視聴ありがとうございました。